こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。近年、台湾に対する外交戦略は日米とも友好関係を保ちつつ、米国は猛烈な援助や支援を実行している。F-16 戦闘機など、手を差し伸べている軍備は数知れない。やはり中国側の妨害なども多くの軍事的圧力を増してきている。今現在、米軍の原子力空母が稼働していない状況下でも強襲揚陸艦が、その役割も担っている。しかも、ステルス戦闘機を艦載していることで、より中国は脅威を増している状況だろう。ピンチが逆にチャンスともなる。その米軍が台湾の自主建造計画にも協力をしていることは知られている。では、その潜水艦建造計画を詳しく今回は見ていきましょう。蔡英文総統は、実は、そう、旧型潜水艦を欲しいのではと考えるのは、私だけでしょうか。世界が新型コロナウイルスの対応に追われる状況下の2020年4月11日、中国海軍の航空母艦遼寧ら6隻の艦隊が沖縄と宮古島の間を抜けて太平洋へ向かい軍事訓練を実施したと報じられた。遼寧は中国海軍で初の航空母艦として就役した艦艇ではあるものの、旧ソ連で未完成だったワリャーグが元であり、これをウクライナから使用用途を偽って購入し完成させた艦だ。元が旧式なこともあり、本来強敵な航空母艦として運用に、足る艦ではないと、中国でも言われている遼寧は、その後の国産航空母艦建造のテストケースというべき、練習艦と見されている。そんな遼寧が、この時期、わざわざ太平洋に進出して軍事訓練を、行ったことは、新型コロナウイルスの蔓延で、太平洋地域のアメリカ海軍の、空母打撃群が行動不能に陥っているのを睨んでの挑発だ。こうした遼寧艦隊の動きについては、アメリカ海軍も駆逐艦を出して、牽制し、日本でもその動きを注視して警戒を続けていたが、やはり直接的な脅威という点では、台湾が、最も影響を感じているだろう。2019年にアメリカと中国の貿易戦争が激化し、それまでどちらかといえば中国を過剰に刺激しないように台湾への武器輸出には慎重だったアメリカも F-16V 戦闘機などの売却を承認している。これにより、空対空戦闘もしくは空対艦戦闘力は何とか整えつつある。台湾だが、圧倒的な数の艦艇の建造を進める中国海軍の動きを、牽制するには、自国建造中の潜水艦の1日でも早い収益が待たれている。しかし、台湾のこの潜水艦建造、
IDS 計画では、最短の試作艦完成も2025年まで要すると見られており、高い難易度が予想されるこの取り組みは未だ始まったばかりだで、予断を許さない。台湾の南部の主要都市、港である高雄に設けられた潜水艦の建造工場は、工場そのものの設計から国外の企業に委託されたが、ここで採用された案は日本人の退職した技術者のものだという。工場を含む計画自体は台湾の造船の大手企業である台湾国際造船が請け負っており、潜水艦そのものの設計はイギリス領ジブラルタルに本拠を構える軍事コンサルの GL 社に委託されている。 GL 社はこの計画に本国イギリスで潜水艦の設計に携わっていた退職した技術者を約30名ほど招集し、兵装についてもアメリカやヨーロッパのおよそ15社が参加するなど準備が進められている状況だ。しかし、杞憂であればいいのだが、イギリス自体が今や通常動力型潜水艦の建造は実施しておらず、今回の IDS 計画が行われるまでにアメリカが具体的対応をできていなかったことが気にかかる。そもそも2020年4月時点で台湾は一応4隻の潜水艦を保有しているのだが、その中の2隻はなんと第二次世界大戦時にアメリカ海軍が使用していたものを払い下げられたほとんど骨董品のような艦だ。さらに残る2隻も1980年代にオランダで建造された潜水艦で、この2隻も慣例40年を過ぎた老朽艦であり、加えて当初6隻の導入予定だったにもかかわらず、中国の圧力で2隻で打ち切りられた経緯があった。こうした点を鑑みれば、この当時以上に中国は世界中の経済に影響力を強めており、以後アメリカが仲介しようとも、台湾への潜水艦売却国は現れなかったことを見れば、今後新たな妨害活動も懸念される。通常動力型潜水艦としてはドイツの 212A 型、214型などがヨーロッパの比較的多くの国や韓国などでも採用されているが、中国経済と能との結びつきの深いドイツは、台湾への輸出は行えないようだ。各有日本も、潜水艦の他国への売却には慎重論も多いが、武器輸出を緩和した際には、オーストラリア海軍の新型潜水艦計画の入札に名乗りを上げたこともあった。しかし、仮にこれが今の台湾の状況に当たっていたとしても、アメリカやドイツ同様に中国に近すぎる日本もまた、台湾への売却や技術供与などの協力は、現実的には厳しいと言えるだろう。これは現在の日本の生命線とも言うべき潜水艦技術の流出を守るという点では結果的には正しいことなのかもしれないが、
対中国で立場を同軸する台湾をこのままにしていいのかとも思える。ちなみに台湾の IDS 計画はまず試作の1隻目の建造に約1800億円が見込まれており、8隻の建造計画が実現すれば1隻あたりのコストは約900億円となると予定されている。このあたり海上自衛隊の最新鋭艦双竜型東竜の建造費用が約700億円であることを考えれば、さすがにほぼ毎年潜水艦を建造している日本はコスト低減が図られていると言える。台湾の潜水艦は水中排水量で約2500トン前後の大きさと見られるが、難易度の高さから非待機依存型ではなく、ディーゼル機関と蓄電池のオーソドックスな形式が採用される模様だ。